こんにちは、中本白秋です。今回は富士12月号一般版の1級から6級の漢字半紙課題にですね、こちらにございますように、草刈明国の三大先字文、楷書、行書、草書体で学習がスタートしました。12月からしばらく続くと思われますので、ここでですね、この筆でなくてペン字の行書でどのように書くか、この教材をもとに、毎回毎月紹介していきたいと思います。明確はですね、まあ点っていう字ですね、こう書いて、下の方はちょっと角度を変えて少し右へ強くして、そして真ん中でちょっと左側からこう来て、最後は真左に抜くような、真横に抜くような感じですね。で、ここから1、2、3とこの書いてますね。はい、次、地っていう字ですね。地は左を長く、こちらの方をちょっと短めにして、そして地は大変難しい字ですけど、こうずーっと右足強くして、こう半分ぐらいのところで、ここからまっすぐ下ぐらいにして、で、ここからスッと来て、こうして、これをうんと長く書いてますね。天、地、元、こうして、これも左を伸びやかに、元。そして、ここから、天角の真下あたりにこう、で、これを右やりをガッと強くして、こうして、スッと抜いたのが、こう、それぐらいに書いてますね。はい、次、こうですね。こうして、こうして、こうして、これをうーんと長く。そして、こうして、ここがですね、大胆にこう、広く、安定したかかたですね。こういうかかたをしてます。まず、点はですね、1、2、3のこう、破法、三節を1、2、3、このようにしてですね、うねりを表現してます。これを、破法とかですね、三節法、三節法と言います。で、ここの点の特徴は、こういう角度を変化させて面白みを表現してますね。地っていう字はこの土辺から右が下がらないように書くことが大事ですね。よく地をですね、崩すとこうして、こうになったりするとこう重くなりますので、コツはこう土辺を書いて、これをできるだけ上へ上げて、で、最後の横角をですね、こう上の方に来るようにこう書くことが大事なんですね。こうなるように気をつけましょう。はい。弦。弦もですね、最終角のところを下がらないようにするために、これをかなりずっと上へ上げて、上の方からこうして、抜いたのがちょうど揃うように。この辺がポイントですね。そして、ここをあんまり広げないで、ここにゆったりしたままを取るようにしましょう。はい。こうっていう字はですね、やはり、こう中心で見たときに、左の方が伸びやかで、どちらかというと左の方が伸びやかに。そしてこの真ん中をキュッと引き締めて、最後伸びやかに、こういうして引き締めてる部分があります。こういったところを注意して書きましょう。以上、今回はですね、明確の三大先字文、行書の天地元号の美しい書き方についてご紹介しました。これで四文字のワンポイントレッスンを終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりました方は、いいね、チャンネル登録を一つよろしくお願いいたします。日本書道教育学会白秋教室、中本よりご紹介させていただきました。これで終わります。